こんにちは。今回はこれまでビズロボで抽出してきたデータを Excel に転記するといったことを実践してみましょう。前回まではじゃらんのサイトで札幌と検索した時の宿泊施設名、宿泊費を全件取得し、その値の中でも5000円以下の宿泊費だけを抽出するといった操作を作りました。今日の流れは、まずはビズロボに Excel ファイルを取り込んで抽出データを Excel ファイルに転記します。さらに転記した文字がセルごとに改行されるといった処理も入れていきましょう。最後にアウトプットする Excel の格納先を指定して完了になります。ここまでのビズロボ操作ができると実務でも役立つロボットが作れるので、最後まで頑張りましょう。まずステップ1では Excel ファイルをビズロボにインポートしましょう。インポート作業の前に、今回は読み込みたいファイルを事前にこのように加工しています。宿泊施設名と宿泊費の部分にデータが対応するように読み込んでいきたいと思います。もちろん空の Excel ファイルからでも大丈夫です。ファイルをインポートするアクションは、じゃらんのサイトを読み込む前のこの部分に入れていきます。アクションステップを前に挿入、ファイルシステム、ファイル読み込み、ファイル名のこの部分から読み込むファイルディレクトリを選択します。今回読み込むファイルは宿泊地検索インプット .excel です。ここまでで取り込んでほしいファイルについてロボットくんに教えてあげることができました。続いてこのファイルが Excel であることを教えてあげるためにタイプファイルを作っていきます。タイプファイルを開きましょう。プラスボタン、情報格納先 Excel の名前をつけましょう。属性は Excel を選択します。 OK を押します。タイプファイルを保存してロボットに戻りましょう。続いて右下のアクションを選択のプルダウンから変数として開く、先ほど作ったタイプファイル名を選択しましょう。これにより Excel ファイルであることがロボットくんにも理解でき、実際に Excel ファイルとしてこの画面上も操作ができるようになりました。またもともと作ったじゃらんページの読み込みはこちらのタブから選択を変えることができるので、ブラウザ側の操作に戻りたくなった時は活用していきましょう。それでは早速この Excel ファイルに変数を当てはめる操作を紹介していきます。ロボットくんがデータを抽出できたら Excel のセルに転記するとしたいため、前回5000円以下の宿に条件を振り分けたこのプロセスの後に処理を追加していきます。またここで今回は抽出データをリターンバリューによって値返却せず Excel に転記するとしていきたいため、このタイミングでリターンバリューのステップは削除をしておきましょう。エンドステップを押しましょう。また Excel に値を入れるのでタブはこちらを開きます。まずは宿泊施設名を入れていきます。セルを右クリック、コンテンツ設定、外側の三角マークから変数を選択、プルダウンから宿泊施設名の変数を選びましょう。 OK を押します。同じように宿泊費もセルを右クリック、コンテンツ設定、外側の三角マークから変数を選択、プルダウンから宿泊費の変数を選びましょう。 OK を押します。これで無事にセルに値を入れることができました。さてここからは少しプログラミングの考え方に近いことを実践していきます。今の処理のままでは常に転記する値が固定されたままで取得した情報を上書いている状態です。試しにループの値を上げていくとこのような状態になってしまいます。 Excel ファイルに情報を出力する上では不十分な状態ですね。ここからは値を取得するたびにセルに改行して転記していく処理をご紹介していきます。他の処理でも応用できる操作方法なので一つずつ進めていきましょう。まずはセルを改行する処理をするために修正する部分を確認します。先ほど値を指定したステップを選択しファインダーを開いてみましょう。すると範囲のところに Excel のシート名とセルの位置が示されていることがわかります。ここからやっていきたいこととしては、値取得が進むにつれて
セルの数値部分だけがプラス1ずつされる状態を作り出していきたいですね。それではここからは処理が進むにつれて値をプラス1ずつしてくれるタイプファイルの設定に進みましょう。タイプファイルを開きます。プラスボタンでカウンターという変数を作っていきましょう。属性は数値を扱っていくためインテジャーを選び OK を押します。保存してロボットファイルに戻りましょう。またこのタイミングでタイプファイルの変数の編集画面からグローバルにチェックを入れておきます。それではここから値を取得すると今作ったカウンターがプラス1数え上げてくれるという処理をロボットくんに組み込んでいきましょう。先ほど宿泊施設名をセルに指定したステップセットコンテントオブセルを選択します。アクションステップを前に挿入、変数の割り当て、ここから変数の割り当てを選択します。値を指定します。エクスプレッションを選び編集、右上のエクスプレッションから変数カウンターを選択しましょう。エディター部分に変数が入ったらこの部分にプラス1と入れてあげましょう。 OK でエディターを閉じます。変数の部分はカウンターを選びましょう。これによりループの処理を一つずつ上げると右下のカウンター変数の部分も一つ値が上がる状態ができました。それではいよいよこのカウントアップするステップの処理を実際に Excel のセル開業で活用されるように組み込んでいきます。まずは宿泊施設名の列にカウントアップを反映しましょう。ステップを選択したらファインダーを開きましょう。範囲の値の部分に修正をかけていくのでここはあらかじめコピーしていきましょう。それでは三角の部分をエクスプレッションに変更し編集を開きます。エディターの部分にセルの位置をペーストします。ここからは少しプログラミングの知識がある方の方が有利なパートとなります。今回文字として据え置きたい部分シート1びっくり B と数値としてカウントアップしていきたい部分にこちらは分けて考えていきます。この時文字として据え置きたい部分は文字列として処理することをロボットくんに示すためにこの記号で囲んであげましょう。続いて値としてカウントアップしたい部分はここからさらにエクスプレッション変数カウンターを読み込んでいきます。2の部分はカウンター変数が代わりの役割をしてくれるため削除します。文字列と数え上げる数値を組み合わせるのでプラスを挿入しましょう。 OK を押します。同じように宿泊費の部分もやってみましょう。宿泊費を入れたステップを選択しファインダーを開きます。範囲の値の部分はあらかじめコピーしましょう。三角からエクスプレッションを選び編集を開きます。エディターにセルの位置をペーストします。宿泊費の場合は列が一つ変更されているので文字として据え置きたい部分はシート1びっくり C となるためここを囲みます。2の部分はカウンターの変数が代わりの役割となるため削除してエクスプレッション変数ここからカウンターを読み込むことができました。文字と数字を組み合わせるためにプラスも追記して OK を押しましょう。それではエンドステップをクリックしてここまでの結果を確認してみましょう。今 Excel に値が4行目まで入っているのは先ほどループを回して確認したためですが1行目の宿泊施設名と宿泊費に値が入って消えてしまっているのが分かりますね。これは Excel のセル1行目から値を入れるという指定がされているためデフォルト値の設定から2行目からカウントアップを始めるという設定に変更を入れたいと思います。タイプファイルを開きましょう。カウンターを開き、デフォルト値の部分に1を挿入します。OK を押しましょう。保存して、ロボットファイルの開発に戻ります。更新され、無事に宿泊施設名と宿泊費の名称を消さずに、Excel に値が入るようになりましたね。ループの値を上げてみても、同様にタイトル行部分に影響することなく、値が入るようになりました。最後にデータの転記ができた Excel をアウトプットしていきましょう。ファイル出力するステップの挿入場所は、データ抽出、転記の処理が完了した後に行いたいため、先頭のこの部分にブランチを挿入して処理を入れましょう。右クリック、ブランチを挿入、アクションステップを前に挿入、ファイルシステム、
ファイル出力。またブランチの処理順はこのように進んでいくことを繰り返し処理の回でも学習したため、今回のファイル出力のこのステップは一番最後に処理されることがわかりますね。ではファイル出力の設定をこの部分から入れていきましょう。まずはファイル名の部分です。今回はインプットした時のファイルと同じディレクトリに格納していきます。ディレクトリの確認方法はエクスプローラーを開いてファイルの部分を右クリック、プロパティ場所の部分からコピーをしましょう。ここにはファイルパスを含めた形で記入します。ビズロボ上では少し分かりづらいのでメモ帳を使いながら確認する方法も試してみてください。ディレクトリをペーストしてバックスペースを入力した後にアウトプットしたいファイル名を追加しましょう。今回は宿泊地検索アウトプットという名前にしたいのでこちらを追加します。拡張子も忘れずに記入しましょう。さてここまでで、そもそもディレクトリってなんだという方は IT 隙間教室のこちらの動画も概要欄からご覧ください。次にファイルコンテンツの部分は今回の動画で初めに作った情報格納先 Excel を選択しましょう。ファイルエンコーディングは UTF-8 を選びましょう。それではデバッグをして実際にアウトプットされているのか確認をしていきましょう。さあデバッグが完了しましたね。実際に先ほどアウトプットで指定したディレクトリを確認してみましょう。ファイルが完成しています。開いてみましょう。無事にビズロボで抽出したデータが Excel ファイルにアウトプットされています。これでビズロボで抽出したデータを Excel で他の人に共有するといったことも可能になりましたね。それでは今日の講義もお疲れ様でした。次の隙間教室でお会いしましょう。